にちは、ヤギちゃんです。今私はつばくろ岳に来ております。今日は初めて円山荘に泊まります。今6月なんだけど、7月8月大人気の山小屋になると思うので、詳しくレビューをしていきます。小屋近くなってきた。こけちゃう、痛い。回っちゃったです。着きました。歩き始めて6時間。景色めっちゃいいの今日。久しぶり。よしよし、元気だったか。ちょっとチェックインしてからつばくろ岳に登ります。今日は山荘にチェックイン。山荘の入り口です。入ってすぐ右に登山の情報がいっぱい書かれています。大転送は6月15日から、ヒュッテ大槍は6月29日から、合戦小屋はスイカとうどん両方始まりました。じゃあイルカ岩とメガネ岩があります。そうね、雪の情報とか日の出と日の入りの情報とか、お天気の最新情報だと思う。向かって左は靴箱。スタンプがねいっぱいあるから、私はもうすでに全部押したんだけど、スタンプラリーにどうぞ。充電ができます。テント泊の人は混雑時はご遠慮願いますとなっています。料金は1回100円。売店があります。 T シャツ、手ぬぐい、バンダナ、ストラップいっぱい。ポストがある。ここで下界にお手紙を出せます。受付で料金を払って、じゃあちょっと上がってみよう。2階です。かわいいランプいっぱい。一番奥のお部屋というふうに聞いております。円山荘の歴史、奥奥の姫小松。お邪魔します。8畳の素敵な個室です。いつもテント泊だから山小屋泊まるのもそもそもすごく久しぶりだし、個室なんて初めてで嬉しい。すごい。おやつもあるよ、見て。おやつもあります。じゃーん。というわけで夜ご飯の時間が5時45分で、朝ごはんの時間が5時半、明日の出発が6時なので、それまで18時間小屋の様子をゆっくりお届けします。4人で泊まりに来ました。エリニャンな伏せな伏せの2人私の小屋泊装備を紹介します。ここに全部並べております。全部で4キロぐらいじゃないかな。じゃん。シャツ、レインウェア上下、フリース、着替え、これはね、ちょっとね、ダニ、防虫のタイツ。これはね、インナーシュラフです。インナーシュラフ。この辺が、身だしなみグッズ。お化粧品はこれだけ。
メイク落としと汗拭きシート全部小分けにしてます。こっちが腹巻きとサポートタイツと携帯トイレ、これがねいつも言ってるんだけど私のお薬セットです。捻挫した時用の薬とかビタミン C とか常備薬と絆創膏、ハサミとか救急セット、これが歯ブラシと耳栓、今日はカメラはパワーショット V10 というキャノンのカメラを使っています。これ広角だからねすごく綺麗に広い範囲が撮れて美肌モードが綺麗に撮れるのでとても良い。でこれが可愛いでしょう、ホーローマグカップです。行動食のお菓子、夜景のとアームカバーと手袋、あとは小屋は充電器が使えるので普通に充電器と充電コード、ポータブルバッテリーも持ってます。手ぬぐいとサコッシュ、以上です。札を渡されてしばし待機。ラッキーセブン。なんかいいことが起こる気がする。モンブランとホットミルクです。あったかい。まだ雪が残ってる。ケーキが来ました。じゃーん。塩山荘カップが可愛いの、エリニャンのやつ見せて、塩山荘って書いてある。私のやつはそうシンプルでかっこいいやつ。これがさ 2300m の山で食べれるってすごいよね。冷凍で運んでるのかな、この形を保ったまま。うまい、うまっ、え、うまっ、めっちゃうまくない、おいしくて食べちゃった、はよっ。私がみんなに話しかけてる間に食べ終わっとるやないかい。うまうまスフレケロ。ちなみにお昼ご飯はこのケーキを食べるために節約してちくわです。でこのちくわってサラダチキンよりもタンパク質が多いんだよ。ちくわとケーキを交互に食べる。ちくわもうまい。ずっと食べてみたかったケーキを食しました。美味しかった。というわけで今は午後の2時なんですけど、サクッとつば九郎の山頂に向かいます。あと1キロ。今日は槍もすごく綺麗に見えます。ライチョウをさっきから探してるんだけどなかなかいらっしゃいませんね、うん、ね、はい、つば九郎岳頂上2763m、着きました。どう、たまんね。景色が良くて最高。槍ヶ岳も見えます。見えます。すごい、最高です。綺麗なの見て、槍ヶ岳が見えます。見えるかね、見えるかね、どうかね。お疲れ様でした。去年雨だったから今日は晴れていて超嬉しかったです。明日はここから御殿昇岳までパノラマ銀座のコースを歩きます。5時45分、ご飯です。
ごはん。カメラが小さいから結構ね、なんだろう、仰々しくないというか、さりげなく使います。ご飯です。ハンバーグ、おやしゃい、なんか美味しそうな人参のやつ、煮物です。デザートもついてる。ハンバーグめっちゃ美味しそう。おやつい、美味しいだ。氷河に最悪です。お肉がしっかりもちもち、ご飯ももちもち。じゃあ入れてください。炊きたてのご飯ありがたい。もお魚もあります。お魚がすごい、だって海の下で泳いでるのが山の上までできてます。うん、うん、味しみしみ。沸点低いよね、山の上だから。機械で作ったやつを揚げてるのか、なんかレストラン来てるみたい。うん、完全寒さ防備をして日の入りを見に行きます。今日は9時58分日の入りということで、ただいま、6時55分なのでそろそろ日の入りです。綺麗、すごい、オレンジめっちゃ綺麗。ちょっと見たい？沈みました。ちょっと雲が出てきちゃったけど、日が落ちるときはギリギリピンクで綺麗だったね。でも結構寒いからちょっと小屋に戻ります。ルームツアーしよう、ルームツアー、ルームツアーをします。でこっち側に談話室と食堂があって、階段、この階段も趣深くてすごい雰囲気があって素敵な感じ。ランプかわいい。階段、このね、このライトがすごいかわいい、ね、階段上がって、この右と左側は飛び鳥居のお宿見たくなっています。60人から100人くらいはね泊まれそう。番号が振ってあるからね。この廊下を奥に進んで水が使えます。石鹸もあります。はい、
鏡、トイレ、女性用と男性用別々です。宿泊のお客様は無料で、テント泊の方はトイレチップ200円。いざ。よいしょ。あ、すごく綺麗。全然臭くないし、新しいのかな。洋室と和室両方あります。じゃあちょっとトイレのスリッパに履き替えて。あ、電気は自動でつく、怖くないね。洋室、あ、自動で電気がつきます。綺麗。いいですね。トイレットペーパーも。よいしょ。これは視聴者さんからもらった高級なクレンジングです。ありがとうございます。8時半で、今8時15分です。お部屋に戻ります。化粧セット、これだけです。これにパック、クレンジングとボディシート、綿棒、山小屋用の耳栓、歯ブラシ入ってます。この歯ブラシはね、アゼルバイジャンの最後の宿でもらった、すっごいコンパクトでめちゃくちゃ軽くなる歯ブラシです。エリニャパックする。うん、いいの、はい、ありがとう。ありがとう、ヤギちゃん。一緒にやる。めちゃ開けないよ。めちゃ開けない、はい、ありがとう。お化け見たくなった。これをくっつけて、消灯は8時半です。5分で片付けをする。待って待って、あと3分。よし、あと5分。すごい勢いで。というわけで今日は寝ます。明日の朝頑張って日の出を撮ります。おやすみなさい。さすが持っていた。おやすみなさい。おはようございます。ただいま時刻は朝の3時42分。日の出が4時過ぎなので、頑張って朝日を見に行きます。あ、めっちゃ綺麗。すごい、やばい、早くしないと。綺麗。すごい雲海だ。みんな小屋の東側で日の出を待機しております。わー、4時31分です。全体的に明るくなって、なかなか日が出てきません。30分も待ってる。あ、出てきた。変わったスーツ。あんな感じに出てくるパターン。日出てきました。綺麗だね。
動きが早い。かっこいい。そうそう、朝ごはん。OK。日の出綺麗でした。アルプスもつばくろ岳もすごくくっきり見えて、最近曇りばっかりだったからこんなに綺麗な日の出を見たのはお久しぶりでございます。いい映像が撮れたのだと思う。で、今日はお天正岳まで縦走する予定で6時出発予定で、朝ごはんの5時半まであと30分あるので出発の準備をしようと思う。ただいま。女子部屋もこもこしかも具沢山、焼き鮭に卵焼き、ウインナー、ホタテ、なんかお野菜の何かです。おいしそう。出かけますか。はい、というわけで今日は円山荘に泊まりました。北アルプスで一番人気の山小屋というだけあって、とっても快適で、ご飯も美味しくて、景色も綺麗で、布団もあったかくて幸せな場所でした。水道のお水は飲めるみたいです。飲料水としていただきます。円山荘のお昼ご飯です。お昼楽しみ。お弁当お世話になりました。今日これから行動時間12時間あるんですが、頑張れそうな気がします。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎週土曜夜8時。またねー。